アーティスティックな部分を、まあ、やっぱりこう鍛えていくっていう発想はもしかしたら違うかもね。ああ、そうかもしれない。鍛えるんじゃないよね。はい。ほっとくね。はい。はい。よいしょ。はい。はい、じゃあ、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい。さあ、前回に引き続いて、はい。はい、江夏太郎の江夏代表と、はい、江夏でございます。はい。新学校の会社の亀山がお話をするという会でございます。はい、あのアートとこう教育と、はい、それぞれ の, あの分野で2人が話すという、そういう流れでございます。はい、そういう、さあ、で今日、うん、この回のテーマは、はい、創造性を鍛えるというテーマで、そうですね、お話をしようかなという、はいはい、まあ創造性とは何ぞやという、ね、ところでもあるんですけど、まあ、クリエーションですよね。クリエーションですよね、うん、そう、まあこれはちょっと私の定義じゃないですけれど、うん、あのアートっていうのはもう広義の意味、あの広い意味で言えば、はいはい、やっぱり創造だと思うんですよね、うんあの想像、まあ、我々ってこう日々いろんなものを想像してるわけであって、あのまさに思う想像と、はいはいはい、作る想像とこう言葉と、ね、うん、重なりますけれど、でも、うん、なんかすごくリンクするというか、うん、でこう日々頭の中でも何かを想像してますし、うんね、なんか聞くところによるとなんか1日に何万回も人は想像してるっていう、いろんなことを、うんうん、っていう風 な, なんか誰か の, あの博士のこの論文だったか、なんか僕が聞いたことがあるんですけれども、うん、あの創造性っていうとね、はい、私もちょっと大行に考える、うん、ところがあって、そうですね、うん、でもまあ僕らもね、日々は文章を書いたりなんたりしたりとか、はい、それも創造性の一つだし、はい、そうですね、ただそのなんかいろんなそのものをこう作り出していくっていう欲求はね、はい、子供は誰でもあると思うんだよね。ありますね、うん、で、うん、子供たちってこうなんかそのほら、あの子供たちと僕ら接してると、うん、はい、なんかでも訳のわからんその、うん、怪獣を描いてきたり、あります、ね、絵を描いてきたりするわけですよ、これ何みたいな、はい、そうすると、いやこれはあのなんか勝手に作りましたみたいなこと言うけど、うんうんうん、でもその創造性ってなんかその感性っていうのが、うん、面白いなと思ってて、うん、それを失うとともに大人になっていくみたいなところがそうですねあるんだけど、はい、うまくそのこう創造性みたいなところ、自由な発想みたいなものを残していくというのは必要かなというふうに思ってるんだけれども、まあ、なんか今こう時代がどんどんその変革していって、そのもう機械とか AI ですか、 できることっていうのがもう今ものすごく増えてて、で将来的にはさまざまな職業のあれがなくなる、ジャンルがなくなるってよく言われてますよね。でもそういった中で、あの僕は思うのは、そのなんていうんですか、人間にだけできることっていうのがやっぱり創造性だと思うんですよね。創造だと思うんですよね。これはあのなんか僕はニュースかなんかで見たんですけれど、あのロボット AI にその名画をこう描かせるっていう、なんかそういうあのテストをやって、でなんか素晴らしい絵ができたそうなんですけれど、まあやっぱりその技術的な部分とかそういうのを、そのいわゆるプロのあれを仕込んでやるわけなんですけれど、でもね、あのなんて言うんだろう、技術的な部分は確かに真似できると思うんですけれど、でもそこにじゃあ魂がこもるかって言ったら、そこはちょっとはてなあの実は今ね、そこに直面しちゃってるのは、はい、実は教育業界で、はい、今のこのコロナで、全部その授業がね、はい、オンラインになっていったりするじゃないですか、はい、やってますね、で大きな塾で、もう完全に対面の授業をやめてオンラインに切り替えますみたいな感じで、はい、業態変更しちゃった塾もあるのね。でもね、そこがから、まあ要するにそのこういっちゃなんですけど、うん、あの流出してきてしまう子っていうのが結構いるんですよ。うん、でそれは何かっていうと、はい、それ確かに技術的に僕らも同じことを言って、技術的なこと、つまりこう勉強を教えたり、はい、伝えたりっていうことは確かに、はい、その技術面はいくらでも、はい、デジタルにできる、はい、だけど最後に残された人間と人間の、うん、その付き合いなり、はい、まあそのこう交流というコミュニケーションみたいなところっていうのは、どうしてもね、うん、機械でもできない、はい、
だから逆にそこに強みがある人間だけが最後は残っていき、うん、そうですね、技術だけを売りにしている人はそれは機械にとって変わられる、っていうのはもう読めてきていることなんですよね。塾業界も同じなんですよね。どういう感じで今塾の方がですか？だからね、あのデジタルにできる部分っていうのは全部デジタルにする。でそこでは正直言うと差はつかないですよね、もうつかないです、うん、だって例えばうちズーム使ってますって自慢したところでみんな使ってるじゃないですか。そうですね、今はもうどこも、うん、もうオンラインやってます、どこもやってるから、はい、差はつかない、うん、だからそのまあ感性の部分というか、うん、そこの部分で勝ってるところが最終的に生き残り、うん、その部分を軽視してきたところが、うん、多分淘汰されていくんだろうなっていうふうに思うんですよね、うん、子供のそのこうだから偏差値のところでどうやって入れるっていうんじゃなくて、うん、子供の総合的なこう教育の視野を持ってるところだけが残っているんじゃないかなというふうに思ってるんですよ、はい、だから子供たちを、うん、だからそのアートの部分の中に目を向けるっていうのも、はいはい、いや総合教育でしょっていう、そうですね、そうですね、はい、うん、ちょっと事例僕ちょっと思い出したの一つの話ですが、はい、多分4年ぐらい前なんですけど、板橋区で あの社会福祉法人でちょっと空手をやったことがあったんですね。で、そこの会場で、まあ、僕はちょっと現場に立ってたんですけれども、うん、ある、一人の男の子が会場にスタ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 って入ってきたんですよ、うん、でいろんなものをねこう興味深そうに見てたから、うん、俺この子一人なのかなと思って、うん、で、まあ、でも僕が気になったからちょっと声をかけて、どんな絵が好きだったって言ってこうちょっと声かけたんですよ。でそしたら、その時は鴨原源さんという方の作家のとこ行って、うん、僕この絵が好きって言って、うんうん、でなんで好きなのって聞いたら色がとっても綺麗だからって言って、うん、そうで、あこの子すごくなんかしっかり見てくれてるなと思って、うん、でいろんな絵の前でその子と話したんですよ。でもそしたらもうね、どの大人よりもちゃんと見てたなっていう、うん、もうこれは僕もびっくりしちゃって、でその子のまたフラッと戻ってったんですけど、今度ね家族で来たんですよ、その今度はお母さんと、うん、お兄ちゃん連れてきて、うん、でまたこのお兄ちゃんがすごかったんですけれど、ちょうどこの後ろにかかってるこのマッケンジーソフさんの絵のとこだったんですけれど、うんうんうん、その時は「あまねく大地へ」っていう作品の前だったんですけれど、うん、こう2人の人間がそれぞれ崖っぷちの際にいるんですよ。立ってるちょっとシュールな絵だったんですけれど、うん、で空に雲がモクモクモクってこう、うん、漂ってて、でそれをこう見てその子がじっと見て、この絵ってどんな絵だと思うっていうことを聞いた時に、こうやって「うん、この絵をね」っつって「きっとねこの端っこに立ってる人たちは多分真ん中に戻ってくるんだよ」っつって、うん、で仲良く握手するんだよっつって、うん、これすごいなと思って、ちょっとなんか後で画像を送りしますと編集でなんか載っけてもっとぜひ見ていただきたいっていう、はいはいはい、うん、そうですそうです、この絵ワイプでね、ワイプで、はい、ぜひ、うん、載せていただきたいなと思うんですけれど、まあそういった時になんていうんですかね、僕はもう感動しちゃって、うん、お母さんに聞いたんですよ、うん、お母さんこれ普段どういった教育されてるんですかって言って、うん、で聞いたらお母さんが答えたのが、え実は何もしてないんですよねっつって、うん、で習い事とかも何もさせてないんですよっつって、うんうん、でもこの子たちが何か行きたいとかしたいっていうことは、うん、まあさせてあげてるんですけど、うん、って言って、でまあ2人ともそうやって絵とかアートにはすごく関心があって、まあ見てると思います。あんまりその大人がこうだよっていう答え、うん、選択肢を与えないで多分育ててるんでしょうね。そうでしょうね、うん、ねきっとそうだと思います。でこれとこれとこれどうするの、はい、っていう、うん、選択肢を与えて選択型にしていくっていうのは、うんうん、やっぱこう創造性が失うかなっていう気がしますよね。そうですね、だからほらまあ別にアート教室はいいんだけど、技術はなってもそうですね、それはそれでね、それはいいんだけれども、うん、はい、なんか表現したいことを見つけに行くのはちょっと違うのかなって気がするんですよね、うんうん、なるほど。だからなんか創造性を鍛える部分っていうのと、はい、それからそれを、うん、表現するために身につけたい技術っていうのは、うん、分かった方がいいのかもね、うん、
僕はなんかこう自分の中の衝動がすごく大事かなと思うんですよね、うん、でその衝動があるともうやりたいっていうこれを学びたいとかそういう衝動があると多分自らも必死になってやると思うんですよ、ねうん、そうだからその技術論がまた後からついてくればいい、ね、そうですねだからそのすごく創造性というかアーティスティックな部分をやっぱりこう鍛えていくっていう発想はもしかしたら違うかもね。ああ、そうかもしれない。鍛えるんじゃないよね。はい、鍛えるんじゃないかもしれないですね。うん、そうですね。自然発生したものをちゃんと救い取ってあげるっていう、ねはい。そうですね。あのまさに親の役目ってまさにそこかなって、うん、やっぱり救い取る。だから気づく力がすごく大事かも。ああ、親御さんが。そうですね。本当にそう。この子こんな考え方できるんだっていうのを、で一種ね、荒唐無稽な考え方をする時があるじゃないですか。はい、はい、あります、ね。それを、うん、すごく常識的なものに照らし合わせると、はい、なんて馬鹿げたことってなっちゃうでしょ。なっちゃいますね、うん、だけど実はすごく面白いっていう捉え方もできるでしょ、うんそうですね、これどっちかなんですよね。それもやっぱり親が多くの視点を持ってるとその違う角度からものを見た時にあれこのものを見てるのはひょっとしたらこういう面白さがあるかもしれないって気づけるかもしれないですよね。そうね、だからそこをちゃんとこうそれでいいんだよっていうふうに言ってあげられたり、うん、だからこういわゆる一つの枠型にはめ込んでいこうとすると、はい、やっぱりそういう感性は失われつつある気がするんですよね。違うことを認めてあげるというか、はいうん、自由な発想を面白いって言ってあげられるかっていう、うん、でそれをちゃんとこう気づいて救い上げてあげられるかっていうのが、まあ、もしかしたら子供と接していく大人の重要な点かもしれないね。やっぱりそこもアートと教育っていうのはやっぱり密接に関連してて、ということはやっぱあれだな、親御さんがあの、うん、っていうか大人がやっぱりもう少しそのアートに対して理解を深めるっていうことが重要なのかな。大事だと思います。難しいものでは決してないので、うん、あのむしろ自分に正直になるだけなんですよね。そこは本当に素直になるだけ。綺麗なものを綺麗という、はい、好きなものを好きという、そうですね、うん、であとはその自分たちが思い込んでいる常識の枠を外してみるってことですよ。なるほどね、はい、そこは大事だと思います。それ多分なんかきっかけを作ると面白い機会ができるかもしれないですね、はい、大人向けで、きっかけを作ってますね、はい、なんかやってるんですよ。やってます、はい、あのどうぞ。はい、いやちょっと宣伝めいてますけれどあの画廊の方でイベントで「あの今日の一枚」というあのイベントを定期的にやってるんですけれども、あの一枚の絵を、まあ、セレクトするんですね。こちらで選ばせていただくんですけれど、でそれはあの参加される方には最初はどういう絵かっていうのはあのまずは伝えない状態なんです。でそこで、集った時に初めてその絵がどういう絵かっていうのをお見せして、でその絵から皆さんがそれぞれ何を感じたか、まあ、というか、ここからちょっと先はちょっとあんまり詳しくはもうお話できないんですけれど、はい、まあ、ちょっとサプライズもありますので、はい、なので、その絵からそれどういったことを感じるかということをみんなでその感じたものをシェアするっていう考えてるんですね。でこれはやっぱり人それぞれ見てる世界が違うということを皆さんに体感していただくためのイベントなんですけどね、うん、それはなかなか大人も、まあ、日々忙しかったり、うん、まあまあ、生活の中で必死でね皆さん生きていらっしゃるから、うん、なかなかその振り返る余裕というのはないかもしれないけれども、うん、でもほっとこうワンエッセンス入るだけで、はい、僕はねなんかすごく違う気がするんですよね、うん、まあ変な話ですけど、まあ、僕らはあのね感性だけで生きてきたものがありますからいや大事ですよ感性は好きに生きてきたんでね、皆様のご苦労をねもっと知れって言われるかもしれないけどね、なんかこんな真面目な話してるのでちょっと不思議ですでしょ。これ多分これあれですよ、正常性が見てたら何やってるのって話が昔を知ってんだぞみたいなお前らなって言われ、はい、かねませんけど、はい、いやでもまあそういうね部分をやっぱ少しでも今度はだから大人にも伝えられるといいかな、うん、それがまあ子供に波及していくと、ね、うん、なんかみんながこう心豊かに、うん、そうですね、ハッピーに、なっていくのかなって気がするので、ありますね、ぜひじゃあその、はい、今日の一枚、今日の一枚どっかで、どっかで皆さん、ね、皆さん参加していただけたり、あの江夏画廊チャンネルってあのうちの YouTube 動画でもその辺の動画でも今日の一枚をやってますので、はい、そちらをまずちょっと見ていただくと、ね、分かりやすいかもしれないです。じゃあ概要欄に貼っておきます、はい、よろしくお願いします、はい、
ではまた次の動画で次の動画お会いしましょう。はい、さよなら。はい、ありがとうございました。